ートソングス。こんばんは、前田敦子です。ラジオネームみゆきさんからのメッセージです。あっちゃんこんばんは。こんばんは。あっちゃん、最近ハマってることってありますか？私は今御朱印巡りにハマってます。ああ、御朱印巡りね。友人と一緒に神社に行った際、御朱印帳を差し出してもらっているのを見て、私もやってみたいと思うようになりました。人の影響って大きいですね。今年の目標は出雲大社に行くことです。これははっきり言ってあっちゃんの影響かな。御朱印巡りね、私の友達っていうか、あの AKB の時からの衣装さんのつばちゃんもやってて、今年のね、春ぐらいに2人でどっか行ったんですよ。ちょっと忘れちゃったんだけど、どこ行ったのか箱根だったかな。なんかそんなとこに行ったんですね、温泉に。でそこで神社行った時に、つばちゃんが御朱印帳出してた。だから何それとか言って、これ御利益あんだよみたいな。私結構神社好きだからいろんなとこ行ってるんですけど、持ってないから私もやってみたいなと思ったな。出雲大社いいですよ。私も去年みなみちゃんと行ったから今年も行きます。みなみちゃんと暖かくなったら行きます。日本語って難しいね。出雲そばが忘れられないっていうか、出雲そばのそば湯が忘れられない。とろっとろなの。それを飲みに行きたいと思います、今年も。あ、みなみちゃんに言わなきゃ。1月中に行こうかな。いや、ドラマやってるわ。一人で解決。みゆきさん、ありがとうございました。ぜひ出雲大社行ってみてください。さて、今週は、今年最初の1週間なので、私が自由に好きなナンバーをお送りしていきます。今日は DNCE の Toothbrush です。なんか最近すごい流行ってますよね。去年セレナ・ゴメスちゃんのライブ行った時に、あのオープニングアクトを務めていて、その時に知ったんですよ、私たち。でも曲が全部なんか聞いたことあると思って、なんか聞いたことはあったけど、どういう人たちか知らなくて、でもすごい盛り上がってて、若い子たちが、なんかもうすでに人気だった。ということで聞いてください。また明日。前田敦子でした。